はい、皆さんこんにちは。いや、ちょっとね、カメラの位置を変えたから、まあ、映りが変わったかもしれないけども、そんなに変わんないか。やっぱりちょっと暗いね。光の当たり方変わっちゃったね。まあいいや、もうこの話は終わり。12月の末だったっけ？ 12 月の頭だっけ？忘れちゃったけども、グロック34をね、俺買ったじゃないですか。今こんな感じにね、カスタムされてますけども、なんかごっつい見た目になったでしょ？マウントつけて、ドットサイト乗っけてってね。まあなんとなくね、この形を見ればわかるかと思うんですけども、そうなんですよ。競技にね、使いたいんですよ。まあ去年、ジャパンスティールチャレンジにホルスターと銃を借りてね、出たわけなんですけども、やっぱり自分の欲しいなということでね、これ使おうかなと思ってんですけども、銃があってもね、銃だけ持っててもこれを収めるホルスターがなければいけません。というわけで、ホルスターの紹介なんですけども、実はね、買ってたんですよ。いつ買ったんだっけな？一月ちょい？二月？うん、ちょっともう忘れちゃいましたけど、多分一月ちょいぐらい前かな。買ってたんです。それがね、こちらなんですよ、これ。わかる人が見れば、なんとなーくわかるかと思うんですけども、ゴーストタイプのホルスターです。ゴーストじゃないんですよ。ゴーストタイプ。まあ、要はパチモンなんですけども、はい、5000円だったので買いました。まあ私もね、どちらかといえばピースメーカーの方が専門ですから、あんまりこっち方面詳しくないんですけども、まあゴーストっていうね、ホルスターのメーカーがありまして、それのコピー品なんですよ。で、ゴーストは高いんですよ。今いくらすんだろう。まあ外のものだから、円相場でね、変わるんですけども、3万ぐらいするんだっけ今。なんかね、結構高いんですよ。で、去年のジャパンスティールの時は、友人からガバ系のね、ゴーストの本物のホルスター借りたんですよ。まあそれ使っていい感じだったから、じゃあということで本物は買えないけども、まあコピー品買ってみようかなということで買ってみました。まあ他にもね、これを選んだ理由が2つほどありまして、まあ、まず1つ目が、これ真ん中のパーツを付け替えると、1911系にも対応できるということで、まあグロック系とガバ系、この2つに対応できるというホルスターなので、まあ、ちょうどハイキャパ持ってますからね。というのが一つと、あとは、まあ、やっぱりね、レース用ホルスターといったら、サファリランドの014だっけ？あれが有名で結構いいなと思ったんですけども、この、私のつけてるマウント、これどうもサファリランドダメみたいなので、という理由から、これにしました。まあ、さっきからこうやって映してると気になる人いるかもしれないんですけども、なんかベルトがダサいでしょ？そうなんです。まだベルトは買ってないからなんか適当なのをつけてます。ダサいとか言わないの。ね、ダサいとか言わない。使えればいいんだから。まあまあまあ、なんかね、本番までになんか揃えればいいのかな、みたいな気楽な感じでいますから。とりあえずこれでも使えなくはないですから。まあ、見てくれはダサいですけどもね、これで練習してます。ここからはですね、ちょっと加工しなきゃいけないよという話をしたいと思います。まあ今これだいぶね、調整したので、まあ軽く、ね、ドローできるようになってんですけども、これね、箱出し状態だとこうはいかなかった。すんごい硬かったんですよ。というかそもそも、このグロック入らなかった。きつくて入らなかったです。確か丸いのグロック系って若干フレームがでかいんでしたっけ？ちょっと忘れちゃいましたけども、まあそれのせいか、こっちがちっちゃかったのかわかんないですけども、きつかったです。なので、開封後5分で全バラしました。で、ここの隙間をね、若干、紙とか挟んで、ほんのわずかに広げてあげたらスムースに入るようになって、で、あとね、このゴーストタイプってボールベアリングと、あとなんかこの、プラスチックのパーツでトリガーガード保持してるんですよ。で、このボールベアリングを支えてるスプリングがめちゃくちゃ硬くて、なんじゃこれはっていうぐらい硬かったので、ここのスプリングを切って軽くしました。とか、あとはですね、こう銃刺して落っこちないようにロックするレバーがついてるんですね。映るかな？これがそうなんですけども、ね、これこう動かして、よっと。動かしてロックするっていうレバーなんですけどもね、これもバリがひどくて動かなかったです。分解してみたらわーびっくり、バリだらけ。そりゃ動くわけねえわなということで、バリをねヤスリでゴリゴリと削って、でやっと動くようになったという感じですけど、まだちょっと渋いんですよね。まあ、まだ渋いからね、ちょっと調整の余地ありって感じなんですけども、とかそんな感じで切ったりヤスったりして、まあ、弱いと使えるようになるという商品でした。まあ、5000円だからな。安いから、
しょうがないですけども。まあでも調整したおかげか、やっぱりでも本物には及ばないですけども、ある程度スムースに抜けるようにはなったので、まあこれはこれでいいかなという感じです。はい、というわけでね、今回はこのゴーストタイプのホルスターの紹介なのかな、よくわかんないけども、まあ実は持ってたよという動画でした。まあ先ほどね、ちょこっと言いましたけども、もしこれ欲しいなという場合は、箱出しではまともに使えないということを覚えておいてください。まあわからないですよ。個体差というものはありますから、ひょっとしたら箱出しで快調に動いてくれるのもあるかもしれませんけども、スプリング切ったりだとか、バリを削ったりだとか、ね、この間広げてあげたりとか、調整をしてあげてようやっと使えるようになる感じです。少なくとも私のはそうでした。というちょっと、まあめんどくさい点はありますけども、まあ5000円でね、あのハイキャパと、ハイキャパじゃない、ガバ系とグロック系対応できるということで、悪い商品じゃないよなぁ、と思います。まあ、私みたいな人がいるかわかりませんけども、なんか安物のホルスター探しているという方は、まあ、参考にしていただければなと思います。それでは、じゃあねー。